心配は不要です。高らかに叫んでみせましょう。準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしと。列車が無事に脱出した後、僕も自分の出口を見つけ安全に抜け出してみせます。そして再会いたしましょう。あなたが全てを見届けられれば、僕の情熱的な理想を理解できるはず。宇宙は赤く長い夜の中にある。僕の人生は誰よりも忠誠なのです。これは幻覚だろうな、きっと俺たちは鱗粉を吸い込んだんだ。え、まさか虫がこんなに大きいのも幻覚？残念ながらそれは現実だな。